BS 吉本。お、また大田区だよ。大田区だ。神奈川との境の。どん天だね。増式。増式？ああ、いや降りたことないな。あるね。降りたことないわ。いや降りたことない。ないねー。はあ。ということでさ、始まりました令和ロマンの街話です、うん、我々令和ロマンが街の映像を見ながらただおしゃべりするという番組になっておりますけども、はい、今回増式。増式ね。増式ちょっともう、うん、もう結構こう、うん、来るとこまで来たなって、うん、いやそうよね。だって、都内だとさ、そのしょうがないじゃん。我々だって都内にいるから、うん、なんとなく知ってるからさ、ディープなね、ところです。どんどん遠いとこ行かないとさ、うん、おかしくなってきちゃうよ。いやでもその、うん、神奈川とか千葉に行ってないっていうのは偉いよね。あ、確かにね。あ、確かにね。まだ神奈川行ってないですよね。神奈川なんていっぱいありますから。なんとかさ、この番組本当に5年とか10年とか続けてさ、うんうん、あの撮ってる人をさ、はいはい、海外連れてってやろうって優しいからさ俺ら。もう海外なんて どの町行ったって面白いもん。行きてえじゃん、うん、絶対その喋ることいっぱいあるもん。そうそう、全部行き尽くしたからってさすがに会社も許してくれるでしょ。そして予算とかも少しずつ、それはもうね、町全部行きました。そうそうそう、それはもうそういう行くしかないもんね。行きましょうよ。確かにね。増式何線なんだろうね。あれあれはでも京急でしょ。京急蒲田とか京急でしょ。大田区だもんね、うん、それとかの並びにあんのかな。あるよ。雑な色と書いて増式ね。雑な色と書いて増式。なんで雑な色で増式になったの。あれそれがこの後の VTR で全部解き明かされます。全部解き明かされるんですか。それならいいですけど、なぜ雑に色なのか。雑に色なのか、うん、CM の後増式編スタートでございますので。ございますので。うわ、道図で言うところのドン天ですね。道図で言わなくても。道図で言うところのドン天。ダズって書いてね、道図って。我々が高校の時流行ったもん。増式っていう地名じゃないんだ。え、どういう意味。へぇ、6号ってあのだから多摩川の近くですよね。6号土手とかありますもんね。今回はすごいこの歴史の部分ためになります。確かにためになります。村田だったが増式の地名は駅名になって残った。あ、なるほど。ちゃんと京急でした。あなたの言う通り、京急でした。蒲田周りだからここ。ごめんなさい、蒲田周りさぬきみたいに言ってた。蒲田周りみたいに言ってないです。蒲田周りさぬきみたいに言っちゃってごめんなさいね。J3 のチームで言ってた。あ、待って、こういう屋根が長く続く駅好き。濡れずにいろんなとこ行けると嬉しい。なんかでもなんか、うん、すごい。あ、ちゃんと象じゃん。そうね、象式のキャラクターなんかな。え、こんなしっかりした喫煙所珍しいじゃない。嬉しそうだな。喫煙室嬉しそうだね。いや喫煙者がね割と多い地域ではあるだろうからね。どうなんかな。それで変わったりするのかな。それはもう胃の一番にやっぱ整備されるからね。そんなことないよ別に。普通の街と一緒だよ、ね。うん、そういうあのなんかあのマニフェスト掲げた区長から受かるから、ね。そんなことないよ、ね。タバコ派が強い街とかないんだよ別に。タバコを吸いやすくない。さすがに勝たねえ。タバコを吸いやすくで。どんだけ多くても吸ってない人の選挙で勝ってます。絶対そんなことない。ハト早いって。あ、でもなんか割と黒いハトなのかな。黒いかったですね確かに。黒目のハトなんだね。苦労してんの。なんかいっぱい増式って書いてある。いっぱい書いてある。なんかワクワクするな。確かになんか今までと違う感じの雰囲気の街だよね。あ、大好きアーケード。なんかさ、縦長ですね看板がね上の。確かになんか映像がおかしいみたいな。そうね、映像がギュッとしたみたいにさ、あの昔のさ、昔のテレビの映像が YouTube に上がってるみたいなさ、こうね、この1080この角度になってない、なってるみたいな。なんか変じゃない、この縦長なの。すごくない。今の人も背高かったよ。じゃあ映像が、あ、おばあちゃん車が。あれおばあちゃん車って呼んでる。確かにね。まあでもちゃんと普通の商店街といったで、なんていうかその感じですよね。今までとは違うなんか
雑多じゃない感じというか、なんかだから島内じゃない、うん、あの県のなんかメイン駅の商店街みたいな雰囲気かもね。確かに確かに、沼津とかに近いかも。そうね、なんかこのちょっと余裕広い感じと、広いね、なんか、ああいいこと言うじゃん。花は愛のメッセージ。あなたの座右の銘。俺の座右の銘じゃねえ。花は愛のメッセージ。違う？狩矢崎さんとかのやつだろ。それでその狩矢崎さんの座右の銘。正吾？正吾って呼ぶな。狩矢崎正吾のこと。あんま正吾で狩矢崎強すぎて正吾あんま分かんない。正吾ね。正吾いいやつだから。いや、あったことないだろ。狩矢崎正吾さん。おお、なんだ。もらえそう。もらえそう。もらえそう。ああもらえる。そのでも珍しいね、差し上げます無料って。ああ確かに。ご自由にお持ちくださいとかじゃないんでね。どっちかでいいもんね。え、中二の数学のドリルあるじゃん。あ、こういうのはよくあるけどさ。確かにね。ドリルあるじゃん。もらえよ。なんかいい柄だね。いいじゃない。ちゃんともらえよ。おばあちゃん家にね、ある、うん、あったらいいよねこれ。ご自由にね。変わっ、もう旧研究にはなってるのかなこれは。確かにね。ねえ、ほらね。あ、でも 7冊まで、7釣りまで刷られてる。センター試験より前でしょ。センター試験とかもない時だ、そんな。何のやつなんだろう。オーブン社だ、オーブン社。昭和50年、同じぐらいだ。よくわかる。中二数学ってのは何なんだろうね。中二だけで一冊作ったんだね。なんかそのさ、なんかあのダークドラゴンが、うん、あの先に出発しましたって。いや、中二病の数学じゃねえよ。後ろのドラゴンスレイヤーが追いかけてる。何分後にドラゴンスレイヤーはドラゴンを殺すでしょう。中二病みたいな数学じゃない。中二病を習う範囲だろ。正気。本当に知らない。六大将軍これ。六大将軍かな。違う。将軍じゃない。神様だもん。迷っていや、学業したことないですね。ねえだろ。いねえって、正気さん道種的なことなんですね。そういうことね。何これ、薄っ。帽子の、お店のだからあれなんじゃない。あ、そういうこと。ハットを置くやつなんじゃない。あ、ほんと、帽子ラック。昔の人が考える未来みたいだね。うん、帽子ラックね。昔の人が考える未来みたいな感じで。確かに、帽子も透明で、全部透明で。へぇ、au のいつもと違う店舗か。テンション上がるよね。なんか茶色いローソンとか、うん、なんか茶色いファミマとか、ね、平坦を崩れない京都とか、ああいうテンション上がる。4ヶ月の周りにあるローソンとかファミマとか。 au スタイルって、ね、ブックオフ方式で行くと au で服が売ってるみたいなことになる。そういうことじゃないブックオフスタイルみたいな。なんかあの au がやってる格安 SIM とかも売れたりするんじゃない。 そういうことか。あんじゃん最近。結構 Y モバイルとかの店舗も1個になってるよね。ソフトバンクとかもね、やってくれるんだ。あー、もう無敵の店。最近さ、松屋さ、うん、松野屋とかさ、うん、自分たちがやってる別の店舗と合体すること多くない？あ、そうなの。あの松屋カレーみたいな、カレーだけやってる店舗と一緒にしたりするのよ。え、松屋カレーって店舗があるの？なんかね、カレーみたいな、カレーだけの松屋が名前違うから、あの新井薬師前とかにあるよ、合体したやつ。あー、ご前も確かに。え、あ、俺を輩出してて同じ小高1号店牛飯の松屋のこと。そう、ありがとう。松屋やっぱ素晴らしいよね。松屋は問題発言とかもないしな。松屋素晴らしいよな。最高だよな。最高だよな、松屋って、うん、あー素晴らしいよな。食券だし本当に味噌汁ついてくんだから素晴らしいよな。ありがてえよ。俺もう厚切りネギ塩豚焼肉の大好き。俺大好きなんだよ。え、これも結構レギュラーか。これあれでもね、薄切りだったのが去年ぐらいリニューアルして厚切りになりました。え、てかこれそうか、1店舗で食えんだ。もうそれがすごい素晴らしいよ。めっちゃいいじゃん。素晴らしい。どっちもいけるんだよ。もう選択肢もりもり。でもトマトチーズのとんかつなかったから、やっぱちょっとメニューがちょっと少ないのかもね。ちょっといやあるけどトマト、ちょっとだけ少ないかもしれない。マイナーなやつ。へえ。やっぱなこれ中尾に対抗するためだと思うよ俺。中尾って今何でも相盛りできちゃうからね。中尾何でもやる。牛丼とか親子丼とか相盛りできちゃう。だってね、絶対考えてるよね。カキフライとかもあるもんね。あるある。松の屋もあるけどね。はあ。いいね。ちょっと松屋話で一番松屋話、松屋の前にずっと、はい、松屋の立ってるだけ。いや松屋の中で歩き回って、歩き回るだけでも僕行けますよ。そんな広いのないだろ。松屋に関しては相当好きです。松屋俺も好きだな。いいね。いらっしゃいませとさ、店名でちゃんと発注分けて偉いよね。あ、肉とね、うん、お肉屋さん、うん、お肉屋さんな。丸美食品。え、なんかこれ完全に俺の主観かもしれないけどさ、丸美って字たまに見ない？見るね。見るよね、うん、丸に美しいって
これ多分なんか意味あるんだろう。なんかあんじゃないこの肉屋系のさ、そういうことなのかな。その魚屋さんのさ、魚政みたいなのさ、はい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 、あるじゃん。それなんだよ。あるよな。ちょっと衝撃的に安いな。ごめん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 。衝撃的に安いんだが。安いね。安っ。ネイトボール安っ。本当に安くない？110円。本当に安いじゃんこれ。何これ。あ、2回もやってんだ。え、絶対うまいじゃんこんなの。こんなん美味しいもんね。直営のやつって絶対美味しいもんね。いいな。いいな。なんかもう美味しいですよって。カキフライは、カキフライは値段とかは教えないですけど美味しいですよ。ああ、長いことやられてて。スタミナ焼きっていうのはホルモンみたいな。スタミナの焼肉で、ニンニクの芽が。ああ、もう最高です。最高。ミートボールは。ああ、いいですね。あ、いいですね。粗めでね。なんでこんなにお安いの。本当ですよ。本当ですよ。そんなもんですよ。え、そんなもんですよ。厳しいですかね。値上げなかなかできないです。できないですけど。したいですよ。ああ。だよね。いいね。ドンとね。なんかさ、ニンニクの芽ってうますぎない？うますぎる。正体わかんなすぎるけど、ね。正体わかんない。なんかニンニクの芽ってなんかね、中国でしか取れてないみたいな。日本でほとんど作ってないらしいんだよ。あのニンニクの芽なの？いやね、どうなんだろうな。違うよね。だって芽キャベツってキャベツの芽じゃないじゃん。そう。あの理論だよね。そうだよ、その理論。だってニンニクになるはずのやつを切っちゃってるわけじゃないもんね。多分。確かに。でもニンニクほっといたら生えてくるじゃん、逆に。あ、そっか。でも、ね、出るよね、冷蔵庫とかで。あれ。あれに芽になるのかな？でも、あれ食ってさ、あれは毒ですとか言われても怖いからさ、余計なこと言わないでおこうぜ。ごめんなさい、なんか料理研究家の方ね。じゃがいもとかはね、ダメだから。メールください。メールアドレスありました。え、なんで待ち話。待ち話アットマークイージーウェブ au じゃねえか。なんで吉本とかだった。ドメインはドメインイージーウェブのやつないよ。適当に、はい、いない。適当に送ってくれれば。大体あのドット吉本ドット JP みたいな社員のアドレスなんて適当な、ね、あのその前に適当な名前付けで送ったら社員の誰かに届くかもしれない。確かに。なんかベタな名前で田中アット吉本とかだったら絶対いるもんね。フルネームだったらね。フルネームか。そうかそうか。多分もうすでに、あ、だって名前割れてる人いるからね。そうね。カバサワさんとか。カバサワさんだよ。まあ、窓かカバサワとかでも届くと思う。カバサワアット吉本。多分届くと思います。お名前なんでしょう。私は渡辺純。渡辺純子。渡辺吉本の人じゃないから。吉本の社員さん。走る番組。え、あー、 BS 吉本で。来たんす。めちゃくちゃ CM 死ぬほどやってるやつね。劇場で CM 死ぬほどやってる。これここら辺来て、はい、この辺で走るいい場所ないですかって聞かれて、はい、生で見る小杉さんいかがでした。生で見る小杉さん、どうなんだろう。礼儀正しいですし。で、女の子とかにキャーッと言われてもちゃんとこうやってたんだ。シャメやめてみたいな人もいたりするからね。商店街に来てる人もね。あ、そうですか。ドキドキもね、ちょっと不安になっちゃうかなって感じ。こちらお店長いんですか。あ、長いですね。67年。和菓子屋さん。和菓子屋っていうよりおにぎり屋さんっていう感じな。あ、本当だ。あ、赤飯おにぎり食べたいです。もともと餅菓子屋さん。そうですね。あ、この餅菓子だと何が人気。餅菓子屋さんの餅米なんて絶対うまいよ。絶対美味しいよ。あなた赤飯好きだもんね。だって赤飯だけでいいじゃん。白米食べないもん、本当に。珍しい。ほとんど食べない。だってこの前ルミネで赤飯食べてたら、小田上田の上田さんに赤飯うまいよなって言われてたもんな。疲れてる。意味わかんない。上田さん疲れてる。もう会話できてない。誰とでも喋ってくれる。忙しすぎる。赤飯うまいよな。急にもうわかんなくなってる。そんな珍しい食べ物じゃない。大きな声でありがとうございました。はい。常識とは。常識とは、そう、難しいな。生活の一部でもありますし、子供の頃からここに住んでて、今こんなだけど、子供の頃はもう商店街、人混みで、子供なんか迷子になっちゃうぐらいの勢いだったんで、なんで食べ物っていうか、買うんだったら商店街だったし、今の子ってスーパーだから、こうワンフロアにお魚、八百屋さん、お菓子、パンもみんなあるけど、もうちょっと一言で。ここはそんな言うな。もうちょっとあの、いい話してくれてる。この前遠足に来た子供が、すごいいい話してる。ここ肉しか売ってないよとか、はい、ここ果物しか売ってないよみたいな話をしてたの聞いて、はい、ああそうでって、
なるほど。大型スーパー育ちなのねなんて思ったことがあるけど、そう、ここは生活の一部。はい、重要な一部ですね。はい、素晴らしいじゃん。ありがとうございました。やめろ、切り上げたみたいにすんの。ありがとうございました。すごいいい話だ。ありがとうございました。すごい。サンドラック。サンドラックいてくる。サンドラック。あと普通に小筋さん来てるなら避けてほしかったんですけど。なんで同じ町来たんですか。一辺取っても BS 吉本で一辺取ってんじゃないですか。増式だーって。みんなで増式だー。増式だーって。増式ウィークになって。いっぱいハイエースいっぱい乗ってさ、何台もついてさ、増行くぞー増式に。イエーイ、イエーイじゃない、楽しんでるじゃん。おしゃれの増式スタンプ、何？5倍？何これ？5倍じゃん。スタンプやってんだ、その地域のね。地域でね。余るやつ。なんかこれグリフィンドールのマーク。グリフィンドールのマークだね。黒いたけど。黒がいたけど。黒いたけど。わあすごいわ。多いねこれ確かに。同じ形のこれで。ご婦人のね。バリエーション豊富で。スタンプ。18、19、23とか言われて、すごいじゃん。20日、30日とかじゃないよ、うん、あれ 5% オフだよ、30日は。でも18、19、20はちょっと不思議な。何屋さんになるんですか。給料日前ぐらい。一応の化粧品と雑貨ですね。うん、おしゃれなお店。おしゃっていうのやめてくださいって言ったのよ。それはもうなくなりましたからって。今まあ、私は嫁だから、だからもう70何年になるんで。どこも70何年だね。表のスタンプやってたんですけど、あれは何ですか。何ですか。スタンプ事業って言って、100円ごとに1枚ずつお渡しするんですね。これがそうなんです。これがスタンプ。はい、スタンプなんです。いいな、なんか象式の。あ、象のやつだ。はい。あ、渡すのか。これ一冊貼っていただけると、400円のお買い物ができます。わあ、すげえ。すごい。懐かしい、こういうの。やっと。へ、塾でやってた。こういうの400円になるのが何枚。240枚か。240枚、これで400円のお買い物ができます。すごいいっぱい。なんで完成品を持っていくの。100円で1枚だから、それは私が1万4000円ぐらいとか。まあまあまあ、そういうこと。そしたら400円分になるって。もう全然いい。ご主人の提案で象の幕だったんですか。え、ほら創始者厳しい。ポイントカード地域のやつって今でもやられてるって結構珍しい方なんですか。そうです、珍しいんじゃないかしら。今みんなこうほらカードみたいにこう、ちょっと待って、スタンプじゃないけど貯めていくっていう、そういうありますよね、はい、うん、ポイントを貯めるっていうのは、はい、ここはやっぱりお年寄り多いんでカードとかなかなか使えませんし、ましてこれは見てわかるんですよ、いくら貯まったかが。はいはい、何冊、1冊たまった、2冊たまったって、はい、でこれは今はあれでコロナだからいろいろやってませんけど、感激のクイーンが何冊たまると交換できますとか。あ、なるほどね、何冊も必要なんだ。いわゆるそこの地域の銀行ですけど、そこで換金できるっていう。え、お金になんだ。現金になるんですか。現金じゃなくて貯金です、いわゆる。なるほどね。結果お金になる。そう、自分のところの口座に入ります。それはお金じゃないんだ。私はよく旅行、これを貯めて旅行もあったんですけど。旅行行こうと思ったらこれ何冊ぐらい貯める。昔はね、どのくらいだったんだろう、とか。100冊貯めたのかな。100冊貯めると旅行。そうそう、すごく豪華な旅行だったんです。200万くらい。240万、東京じゃ行かれないような宿を全部貸し切るとか、いろいろそういう。でも240万買い物してそれついてくるから全然なんか結構良くない。確かに。うん、みんなでやればいいね。みんなでこれ、みんなでやったら半端でも例えばこれで貸し切ってもいいのかな。みんなで食べようぜみたいな。お前やるといくら。徐々にこのメッセージが読めなくなっちゃうので、バカ親切な、わかんなくなっちゃう。バカ親切。バカ真面目みたいな。いいんだか悪いんだかね。お母さんにとって雑色商店街とはどうですか。雑色商店街とは住みやすい商店街。住みやすい。住みやすいっていうか買いやすい商店街じゃないですか。お年寄りにとってはとっても親切な商店街だと思いますよ。生活小百貨。そうね。笑うに百貨で。小百貨。おしゃれ、明るく生きるってことですね、おしゃれっていうのは。すごい。お化粧するっていうことじゃなくって、もうそうじゃないと思います。明るく楽しく笑って過ごせるのが一番のおしゃれじゃないかなと思います。素晴らしいことです。
お顔はダメですよね。お顔は嫌。お顔はそんな。お顔はそんなおしゃれだよ。いいですよ、そんなの。ね。花が多かったですね。鳩。鳩なめ。鳩だ。鳩はさっきも見ましたよ。うん。チャリ周りにいっぱい落ちたんだな。食べ物だね。何かが。あ、たい焼き食べたいな。たい焼きはね、たい焼きさ食わないよなかなか。たい焼きなんか俺やっぱ普通にカスタードの方がうまくない？そんなことない。今川焼きはカスタードの方がうまいかな。あ、違う、今川焼きと。あ、なんかたい焼きみたいにほど表面がちょっとクリスピーな感じだと、俺はあんこの方が合うのかなということですかね。カスタードその後発組のくせに相当強いのすごいんだよね。あんこぐらい強い。まあわかりますけどね。評論家の方が。まあその僕もまあカスタードに関しては。松本さんですか。まあもう、まあ、意味合いがもうぐちゃぐちゃみたいなこと言うけど。意味合いがもっと上手くて面白いこと言うて。カスタードって面白いこと言うて。意味合いがもうぐちゃぐちゃになる。もう関係ねえじゃん。ちなみにお父さんこちら何年ぐらいやられてるんですか。70年でしょ。おお、ちょっと後輩。タレもやっぱずっと継ぎ足しですか。それすごいよね。ね、タレってなんで腐ったりしないんだろうね。あんま塩味は高いからかな。ネギマイクもいただいていいですか。うん、塩漬けみたいなこと。あと継ぎ足したらさ、どんどん、はい、あ、いいですか。サービス、ありがとうございます。おーサービスです。つくね、美味しそう。そう、焼き鳥大好きだな俺本当に。あなた焼き鳥好きよね。好きよ。相当好きだよね。俺一番好きよ。何の中で？え？食べ物の中で？うん。なんか大好きと思う。はい大丈夫。無理やるって。はい、結婚とかするんだから。人生のイベントの中でします。結婚とか子供とかも。全然すでにあるやつの上に乗っけてくれるんだ。ありがとう。したらどんどん染み込むもんね。下の今まだ焼いてないやつにもうタレ染み込むもんね。そう、あのテケテケスタイルね。そうね。テケテケスタイル。テケテケはあのそのキャベツに染み込むからね。全部同じとこ乗せてくれて。なんで玉ねぎですか。キャベツが美味しくなってるって。あれでも九州の発祥なんだ。あれ九州のやり方なんだ。行ったんその発祥の店みたいなの行ったんだけど。年配のお客さんがね、噛めないとかさ。なるほど。オーナーさんがね、福岡の方ね。そうだ。意外と玉ねぎ挟んで、ね、あ、そうね、それ玉ねぎ、福岡のこれと皮ね、皮と、ありがとうございます。ね、俺下にどんどん染みてくから、これで、はい、ちょっと染みさせようとしてなかったよ、ね、いや、そうやり方、いいんですか、ごちそうになっちゃって、ね、すごいね、ありがとうございます。そういうやり方です。本当に美味しそう、つくね。うまそう、これ美味しそう。いいね。BS 吉本でももらっていいんですか、こんなご好意。バレてない、嘘ついてない、嘘ついてない。フジテレビとか言ってないだろ、撮ってる人。嘘ついてない。すいません、つくね、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいなぁ、食べ歩きしてんの。俺らがこっちやるのもいい。行きたいよな。はい、俺らがこの取る側やるのもいつかやりとかない。それ厳しい。なんでいいじゃん、別に。こっち誰もいなくなっちゃう。厳しいんですよ。あなたが行くのはいいですよ。なるほどね。で、あなた一人で見る。僕が見てる。めっちゃ動物取るぞ、俺。全然いい。なんで、おタイヤ公園、タイヤ公園ってその公式の名前でそういう時あるんだね。なんか子供が呼ぶけどね。呼ばれすぎてじゃない、呼ばれすぎて公式に昇格したじゃない。確かにキエス様の看板もうん百メートルに。うん百メートル。こん百メートルからこん百メートルから。社長さんなってたもんな。こん百メートルみたいに。いいですね。はい、すいません。はい、すいません、本当に。はい、すいません。BS 吉本通ります。すいません。街の皆さん。そんなバカなやつが、BS 吉本通りますって言って、通ってないよ。首から下げてるのよ、BS 吉本です。BS 吉本です。下げてるわけ。ちょっと、クソテンション上がる公演来たんだけど。強めだね。やべえ。強くない？これは楽しいわ。相当強い。これは楽しい。これ、タイヤ公演って名前になんなくない？多分、タイヤ公演って呼ばれてないよ、これ多分。でも、あ、タイヤすごい。奥に見ちゃった。タイヤすごい、確かに。すげえこれ、これ超楽しいわ。え、これでも俺これ、うん、上りの方のこの遊び方あんま知らんわ。え、でもまあまあいろいろ上ってって感じ。ボルダリングごっことかもできるしね。あ、いいね。いいね。え、こんなんなかなかないよ。なんかそこ、あそこで止まれになってるんだ。止まれるんだ。そんなすごいすごい奥の方に。タイヤのドラゴンみたいなやつが。もう一個。2匹。めちゃくちゃタイヤ公園じゃん。
え、めちゃくちゃ太陽公園じゃん。何これ、え、何これ、マジで何集められたのかな、そのハイタイヤみたいなその確かに車でも綺麗じゃない、なんか太陽がタイヤでっかいよ、あれでかなんかすごいなこれ、何これ、ディストピアみたいな、滑ったぞ確かに、なんかみんながタイヤで遊んでるのすごいな、スチームパンクみたいな世界や、すごいなこれ、何これ、うん、すごい漕いでるタイヤを、車の スクラップ工場が近くにあった、子供がもうタイヤに夢中だよでもこれはオブジェなんだ、さすがに、ね、オブジェか、危ねえもんな、高すぎるもんね、確かに登るな、聞いて、すげえよこれ、頑張ったら登れちゃうな、結構怖、うん、大怪獣、ガッズイーラ的なこと、ガッズイーラ、誰が市原さとみの言い方するの、ガッズイーラ、おばあちゃんの愛した国だから、おばあちゃんの愛した国は私が守るわ、シンゴジラの市原さとみの真似しなくても、アメリカ版のゴジラでいいだろ、早いやつ、早いやつ、ニューヨークの街走る早いやつ、これはどうやって遊ぶ、タイヤの上を、タイヤの上をこうくる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 、まあ、ハムスターみたいな遊び方あ、後ろもこうなってて、あ、だいぶゴジラフォルムだね、すげえ、これマジ誰がなんかこの区が作ったのかな、これすごい、しっかりくっついてんだもんね、もタイヤさ埋まってるけどさ、そのなんかどうやって埋まってんのとか思わない、あるけど確かに、どうなってんのと思うよね、刺したらいけんのかな、あのこういうのは固めてんのか、ね、固めてるけど、え、このガリバー漂流機みたいに捕まってるよ、あ、本当だ、もっとどん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 ってなってるけど結構ね、あの今子供が遠くでタイヤって言ってたよタイヤとも言うし、ここに来てタイヤって言うんだよ、うん、いいね、あ、ベビー怪獣、かわいい、かわいいじゃん、かわいいね、これだからあの鎌田くんみたいな、そのシンゴジラがあの鎌田に上陸した時あんなフォルムだった、あんなフォルムね、あの状態ね、あの状態か、合ってる状態ね、うん、ネタバレすんな、シンゴジラシンゴジラのネタバレしてダメか、何楽しそう、いや、ロケットアンコール、あ、アンコール、なに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 、ちょっと待って、ロケットはいいよ、あの子たちの遊びを見せてくれよなんだよ、これに対してこうあがめてるみたいなこと、一番いいじゃん、やってないよ、そのお祭りみたいなロボットいいね、ロボット超ロボット、いくつかあんだね、オブジェが、すごいな、うん、なんで寄ったんだよ、確かに不思議なパーツは使ってるけど、うん、あ、これタイヤ切ったやつか、タイヤ切ったやつだ、あ、端っこね、うん、そうだね、怖い怖い怖い、アンコールだね、アンコールって遊び何マジで、アンコールって遊び怖いな、知らない地域だ、公園が作られて、タイヤの遊具が流行ってたんだ、ハイタイヤは大丈夫です、エコでね、確かにね、うん、タイヤってハイタイヤって良くないんだよ、あれ何がですか、あれなんかあのほっとくと中に水溜まっちゃって、あの、うん、ボウフラが湧いちゃって蚊がめっちゃ増えちゃうんだよ、グッと来いよ、グッと来い、俺のボウフラの話ちょっと気持ち悪いかああやってちゃんと利用した方がいいんだよ、あ、ほっとくよりはほっとく、ほっとくというか逆にその捨てらんないんだ、そうそう、水溜まんないようになってるから、あー、なるほどね、あ、だからちゃんとこうなってんだ、そうそうそう、こうしたら溜まんないからね、山積みにしてると溜まっちゃうから、なるほどね、なんか見るもんね、横にこう溜まってる、そうそうそう、あの縦積みのやつ、うん、そうなんないようになってるの、みんなやってるからさ、ちゃんと、ね、あ、生き物がいて嬉しいねじゃないんだよ、ガチ金魚ね、ガチ金魚ね確かになんかあんま見ない金魚ですね、なんて、うん、なんでそんなことする、なになになに、いや、そう、たまにあるけど、そのトントントンってやったら餌もらえると思って寄ってくる金魚いるけど、うん、あるけど、そうじゃなかったじゃねえか、逆に全然違って、ビビらせて終わりになっちゃった、トントンじゃないよ、あれいる、なんだっけ、あの高い高い金魚、なんだっけ、高い金魚、オランダ獅子頭みたいなやつ、え、いいですか、なんかデメキン、リュウキン、デメキンのなんかさ、陽気比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 いる、メダカでしょ、あ、メダカか、あ、メダカね、あ、メダカも、あ、陽気比いいんじゃん、陽気比、陽気比いた、ほら、陽気比いた、これ陽気比水槽ごとに種類が違うんですよ、最近ね、流行りのメダカ、実はもう養殖してね、養殖してね、めちゃくちゃの高いね、あれにね、なってる、これはあれですか、その投資みたいになってる、もともといるのか、人工交配というか、そうですそうです、人工交配、人工ですよね、掛け合わせなんですよね、大体ね、昔ある店なんだよ、ドラゴンブルーだけだな、あ、ウサギ、これフレミシジャイアントってウサギの中で一番大きいウサギですよ、あ、この奥の、そうです、まだ一月経ってない子供です、獅子頭の脇田さんが飼ってたウサギもこれかな違うよヨーロッパであの大きさを競う、
あのウサギですね。いっぱい食べてよかったし。どんぐらいなんですか。大そんなに大当たりになりますか、ね。でかそんなに大きくなるんですか。当たります、当たります。え？そうです、このぐらいになります。そうこのウサギが。はい。怖っ。赤ちゃん。子供ぐらいになりますから、ね。マジ、はい、この子はウサギなの現実にてか売ってるのが結構珍しいです。では5万円です、あんま売ってるのか、はい、本当なんか、ね、なんこの番組買ったらいいのに買おうよ。マサオくんみたいに12万ぐらいしてると思うんですよね。あ、このウサギが、ね、はい、アイコンにしたい。さらばさんの会長みたいに猫みたいに。すごい左がビューンってでかいんだけど、だいたい1万5000円弱ぐらいですかね。逆に一番ちっちゃい、あのピーターラビットも、あ、そうそうそう、これはですね、ミニウサギみたいですけど、実はですね、いいこれあのネザーランドと他のものがかかってしまったんですよね。あ、そうなんだ、なんか。ネザーランドっていう品種と、そうなんですよ、ミニウサギが、そうなんですよね。だからちょっとこう変わった格好になっちゃったんですけど。変わった格好になっちゃった。またこの子はこの子でね、特徴があって可愛いですけどね。ミックスウサギだ。触っても大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。いいんですか。あ、いいですよ。チワックスとか面白い、うん、はい、可愛いじゃん。可愛い。どこの出たらいいのか分かんないけど、いいのかな、そこら辺で、ね、難しいよね、猫とかね。分かるわ、うん、そこどこの出てるか、どこがいいとこなのか分かんないもんね、最近撮ってる、うん、すごいよ、可愛いけどさ、はい、すごいね、ほんと真っ白でも綺麗だね。可愛い、なんか目合ってない、こっち見てるの。可愛いですね。黒目いっぱいあってね。可愛いですね。キョンさんみたいで可愛い。キョンさんみたいっていうな、コットンの。黒目大きいけど。あららら。ハムこれ。ハムじゃん。おお。ハム。ハムはさ、ハムはやっぱさ、このちょっと凶暴っぽい気配あるよね。赤ちゃんさ。あるあるある。あのネズミだなと思う時あるよね。若いから許されてる。そうそうそう。ちょっと今のさ、こうがっつき方とかもさ、こう。攻撃性を感じるよね、ハムはね。可愛い、それが可愛いんだろうな。ちっちゃいから飼えるしな、うんうん、ハム。ジャンガリアンハムスターですね。ジャンガリアン。これ生まれてどれぐらいなんですか。これジャンガリアン。これで3週目ですね。あれ野田さんが飼ってるのもジャンガリアンかな、うん、違うかな、うん、こんな気ね、飼ってるね、ずっとね。ご主人にとってペットとは広いな。はい。ペットとは人を優しくしてくれるものだと思いますね。あ、本当そうですね。確かにね、間違いないです。癒されるものですね。あ、もう本当そうだと思います。はい、ごめんなさいね、上手に話せなくて。いえ、とんでもないです。ですよ。なんで説明してくれるんですか。とんでもないです。わかりませんけど。ありがとうございます。オールペット。オールペットの店。あ、外にもいっぱいいるんだ。うん。だったね、大魚屋さんと確かに最近、まあ、見なくて、インコもなんかすごいね、この方はどういうこうつながりがあるんだろうね。確かにね、そういうのってさ、ポンポン仕入れれるもんじゃないじゃない。どうなんだろう、ルートというか、お持ちなんでしょうね。熱帯魚のみならずね、いろんなのも。実はムツゴロウさんだったりしない。違う人、違います。なんかさらっと出てなかった、実はムツゴロウさんじゃないです。すごいこう、あの人でもすごい、あの普通に格好がね、かっこよかったな。いいよね、かっこいい格好してたな、大人のな。またここも商店街、商店街、水門通り商店街。はぁ、なんか水門通り、水門、なんか川があったとか、水門だから。いやでもそうじゃない、出る、それ歴史出る、そろそろ。あ、確かにそろそろ出るな。まあ多摩川が多分近くやるから、そっから水を引いていたみたいなので、もう引いて、今はもうない、今はもうその名残となる何かがあるで、多いんだよ、まだ出ないか。この番組、今はもうないがってのが多い。今は閉鎖されているがばっか。あ、トンビダコ。タコなんてあげないですよね、最近はね。確かに。また危ないもん、今も。確かにね。でもさ、昔さ、あの、東京電力のさ、そのデンコちゃんがさ、うん、あの、もし、あの、タコが電線に引っかかったら、その、電話してねみたいなあったよね、うん、あったよ、うん、あったな。正月にはどこに流れてたよ ね、 ね、やっぱ気をつけてねって言ってたね。僕らも年取りましたね。うん、僕らも年取ったよ。そりゃそうだよ、27年、8年って言ったらさ、うん、四半世紀だよ。四半世紀ってそうなん、四半世紀でも25年か、うん、そうか、大体確かにね、うん、塩パン好き。塩パン食べたことないかも。あれ、うん、いっぱい入ってる。安いね、マジでもったいね。
ちょっと VTR 止めようか。一袋で130円。いや塩パン食べたことないがもう入ってこない。安いです。なんで？そっから先が。え、これ何が入ってる？メロンパンだから130円だよ。え？中いろいろ。なんで？なんで？袋ごとに中身は違います。なんで？なんで？前の日の残ったのあのね、なんとかしてあげられないかなって。はあ。ああ、まあそういうこと。捨てるのもったいないから安い。ああ、そういうことか。全然食べれるけど。ああ。まあなるほどね。安い。え、で安いね。安い。うん。ちゃんと何が入ってるか教えてくれる。アレルギー。リングドーナツうまい。ああ、美味しいです。安っ。これさ、もうご丁寧にかけてくれるけどさ、もうさ、小麦粉もさ、乳も卵もさ、入ってるだろうと思う。それ入ってるよな。誰なんだよ、これに苦情を言う。お安いですけど。入ってるだろう、絶対。なんでこんなにお安いって言うんですか。分かってるよ。まあ、なんでっていう。まあ、安くんのが好きだから、簡単に言う。安くんのが好きなんだ。好きなんだね。なんか特徴出していかなきゃいけないなっていうことで、あの安くて美味しいめっちゃそういうの、ね、まあ、パン屋さんということでやってるんですよ。しても、なんかちょっと安すぎないですか。本当に安かった。10円とかあったもん。一応テレビ局の人は日本で一番安いって言ってるけど。テレビ局の人過去いろいろ取材を受けられて、取材されてんじゃん。ご主人にとって、またすでに増式とは確かに。この地域の方々のおかげでね、あの長年食べられるようにパン屋さんが続けられてきたから感謝してますよ。この近所のね人のおかげで今までも長屋でやってこれたんだから、もうそろそろとはって聞くのやめてもいいですか。確かに潮時かな。あとなんかそのちょっと統一感ないですよね。みんなね、さっきも増式商店街とはとかなんかちょっと違った聞き方するのやめてください。誰が聞いてんのかな、全員この町とはでいいんじゃないですか。この町とは、あら俺おばあちゃんより歩くのが遅い。気使って。おし、かっこいいアウターだなこれ。確かに。かっこいい。アウター。え、マジ？サウナ行けんの？行ける？なんか不思議。取れんの？やばいよ。これは線だろうけどさ。これ。サウナ。はじめ社長にブチ切れられちゃうよ。いい、はじめ社長若者のサウナマナーが悪いって怒ってたけど。怒ってたけどさ。大丈夫？でもなんか有名なのかね。大五相模湯。一本のことこれ。海藻を使った。はじめ湯。サウナーの人はサウナ行きたいの人は好きなんでしょうねこれね。サウナカタカナでサウナ行きたいってね。あるよね、なんかグッズとかも、ね。急激にね増えましたけれども。増えたよね。一昨年ぐらいからすごい増えたよねサウナって。急激に増えたね。好きな人が増えてる割に新しいサウナがさやっぱ足りてないよな。まあね。どこも混んでるよな。あ、だからやっぱこうフェスとかさ行ってコロナ前にさ、お酒とか飲んで大はしゃぎしてた人が割と行ってるよね。なるほどね、確かにね。あれがなくなった代わりに行ってるよね、急にこう健康に振り切れるよね。その気持ちよさ求めちゃってる、極端だからね、ああいう人たちってね。だから結構揉めたりするんだろうね。そんなことない。そういう人だから騒いでた人が行ってるから揉めるんだよ。そういうことじゃないよ、ね、大体そうだよ、なんか大学の時そういうやつ。なんかびっくりするかもしれないけど俺ここ来たことある気がする。やばい。びっくりするんだけど、衝撃の展開なんだけど。ある気がする。こんなかっこいいトイレ行ってた。でも俺何で来たか全く思い出せないんだよな。何でだって本当に。あでも俺あれだった本当。大学生とか慶応のゼミの野球大会かも。あ、この辺りこの辺りで6号の方でやったから。ああ、来たんかも。それで来たことあるんだ。ゼミの野球大会なんか行くな。しょうもね。もうさ、ゼミの野球大会マジで意味ないのよ本当に。その野球部がどのゼミに多いかなって完全な運なの。その部活とかでもないから、その元野球部のやつらがどんだけ多いかなんて完全な運で、めっちゃ弱かったし。教授が出しゃばったりすんだろどうせ。教授がで、まあでも俺のとこはあの女の教授だったから本当におとなしくね。、大丈夫？おじさんみたいな教授がなんか打ち上げとかまでついてこない。ついてこないんじゃないかな。だらだらしゃべったり回したりしてない。ゼミの先生と1回しか飲んだことないの。一番良くないからね。激安の居酒屋で大回ししてる教授。大回ししてる。あ、なんなんだあれ。おごったとて大した値段じゃない、あいつマジで。あいつよ、お前ゼミ入ってねえだろ。なあ、入ってねえだろお前。ワンからにしろよ、ゼミの飲み会は最低ワン以上。お前ゼミに入れる学年まで進級してなかっただろ。ゆら1122で終わったけど。変なオセロみたいな。1122でやってた。
どんどんなんかでも全然緑地って感じじゃないですけどなんかね、まあうん、まああっちは緑地なのか広いのかな何ですかここ。これあれじゃない水門の後の気配しない水門くせえな水門の今水せき止めてるからこうなってるけどってことみたいなことじゃないこれ出てこねえかな出てこねえかなちょっとまだかなあマキタさんいいですねマキタさんじゃないよマキタさんじゃねえよいいですね仲良しグループねいいね仲良しグループの子がいたりとかねはいはいはいいいじゃない。なんかこういうとこいいよね。このなんかなんかさ、あの雨宿りとかにもならないけどさ、さなんかね、なんかあるよね。これ今真ん中にさポール立ってるけどさ、これ ポール立ってなかったらさ、こういうとこで遊戯をやってなかった。やってた。やってた。外で遊戯をやってたんだよなあれ。子供の時って。砂入っちゃうからね。砂入っちゃうんだけど、ね。バカみてえだよな、うん。外で遊戯をやって、外でゲームやってたもんな。そうやってた。外でゲームやってたね。外でゲームやってたよな。でも画面の端っことかにこう砂入っちゃってね。入っちゃうんだね。細かい砂がね。あるから。ちょっとお尋ねしたいんですけど、どれに聞いてるの？はい、地元の方です、うん、ここって前はここ運河なんだおじさんにこの公園全部運河だったんですそうそう、運河だったんだ、まあ、どうでもいけねえよどうのテレビ？吉本です BS なんです BS のね、これが新しくできたんだ、はい、おい、運河じゃないよ詳しい吉本、知ってる人がああ、まあそこでいたぞへえ何よ昭和初期、あ、ほら多摩川の改修工事によりこの船の荷揚げ場が廃止されたためだよなるほどね運河、うん水門チャンスあるかこれでもまあもうなくても俺らたちはもう決めつけましたそういうことだということで運河ってだからそのわざわざ作った川みたいな意味かな分かんない俺もスエズ運河とかスエズ運河バカデカ運河しか知らないからあれしか知らないから、うん、でっけ運河しか知らないけど出た暗渠や暗渠だ暗渠ですやんこの番組で覚えた言葉暗渠と富士塚ね富士塚暗渠と富士塚の二大巨頭水金窟ね水金窟それは知ってんのかよ暗渠富士塚俺は初めて知ったんだよ水水門じゃん超水門じゃん超水門じゃん待って待ってさっきの公園のところに、うん、水門の跡地みたいなのさ、うん、あなたのゼミの野球の大会みたいなのくだらない話してる時出てきてたよさっき出てきたかあったよこれあれそことここだったんじゃないこれ新水門かあれ旧水門みたいなことそういうことなんじゃないなんか水門をさそのパンダコパンダでこう締めるシーンがあるんだよなパンダコパンダ好きなんだよパンダコパンダで水門締めるシーン、うんうん、知らないパンダコパンダねパンダコパンダジブリじゃないんだけど、うん、そのなんか宮崎駿がやってた映画みたいなやつ締めるシーンがあるんだ、うん、そうそうそう水門なんで締めるの水門流されちゃうのよ子パンダが子、うん、パンダが流されちゃってお親パンダがあの子供が締めらんない硬いあの水門 あのハンドルみたいなやつをうんって締めるシーンが好きな主に竹やぶがいいっていう、パンダコパンダ海猿3と同じ海猿3がちげえよレガリアっていうなんか核の海猿3も水門出てくるか知らないけど締めるシーンあったけど、ね、海猿とは全然違う話です三浦翔平がやめてください僕のパンダコパンダの話を好きなんです僕パンダコパンダでっかい発電施設みたいなのが水没しちゃうからこう回すシーンあったけど三浦翔平とか三浦翔平が3で終わるかと思ったら意外に4もあったあそんなやってんの知らなかった佐藤龍太が飛行機になるお前全部見てんの海猿見るよ海猿ぐらい海猿ぐらい全部見るだろ海猿ぐらい義務教育だろそんなことない全部見るよドラマから全部見るよ絶対水門だな水門、うん、水門を取るばかり水門だな取るばかりでこの何もしないなあこいつ水門ずっと取ってあなんかあるよ決定的なこと書いたんじゃないここに証拠がここに書いてあるのか出ました全部あそこは、違ったのさなくてあでも待ってこっちに説明書きがあるけれどもそこもスルーしてのあ、もう水門は前提だ6号水門って書いてあった水門水門って書いてあったよ水門に広がるのは多摩川確定です確定ありがとうございますこの辺でゼミの野球大会をしましたありがとうございます6号土手で多摩川の土手はもうとにかくいろんなスポーツできますからいろんなスポーツできますラグビーのポールとかも立ってるからねあラグビーもできるんだよ多摩川の土手から見るとなんかあるもんねいろいろすごいよここでね我々のサークシサクルの慶応義塾大学オレドジョオーケイズの子たちは今野球やってますはいもう僕らの笑いサークルは野球サークルになっちゃったコロナでライブできなくなってから野球ばっかり野球に飲み込まれてしまったちゃんとでも使ってんのこれねそうよ締められるんだねここパンダコパンダがねパンダが締めてくれるかんねえ親パンダがもっと中から見れないこれ中からなんで見たいよこっちからの景色ほうほうほうはい
そういうことか、うん、下水道が普及、下水道っていうものが自動でやってるけど普及するまで周辺地域の排水を処理、排水をもうじゃあ集めてこう捨てるみたいな、ね、ああだから、まあ、当時はやっぱそうなのか、そんなね浄水みたいなせずに、そうか、なるほど、大変だったねその時の多摩川はね、ありがとうね今綺麗でいてくれて、多摩川本当に今綺麗なんだから、綺麗よね、綺麗よ本当に、あゆがいるんだからびっくりするよね、大阪とかの川に見るとびっくりするよね、本当にね、本当に、ね、うわ怖い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 、なんで抜くんの、なんで、うわ怖い怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖いな、あれこれ本当にちょっと怖いな、なんでそんなことできるんですか、ちょっと怖いって、嫌じゃないですか、ねえありえるって、そのまあ猫用とかなのか分かんないけどさ、いや全然ありえるって、バラバラ系も、いやありえるよ、本当にありえるよ、え猫じゃん、猫、えなんかかわいいじゃない、この川土手猫、なんか初めて見た、ちゃんとこれ耳切られてるから地域猫ですね、地域猫ちゃんと管理されてる猫です、ああそういうこと、うん、耳切られる、なんで耳切るの、まあその子はもうこの避妊手術とかそういうのも受けてますよっていう、ああなるほどね、チェックみたいな、チェックあって、そうそうそう、じゃあ地域で飼って、飼ってはないけど飼ってるというか繁殖しないようになったり、伸びた、あー伸びたね、いいシーンですね、可愛いね、あそういうことなんだ、そうそうそう、じゃあだから別に特別保護とかも してなくて、もしかしたらチップとかが入ってるのかもしれないし、そうちゃんと管理されてる、はあ地域猫ね、地域猫でございます、地域猫、まあこれもね地域ズキャストですしね地域ズ猫そんな意味じゃないけど、地域ズ猫もね全然番組やっていいからね、地域ズ猫っていう番組もあっていいからね、地域猫による地域ズキャッツだろ、うん、最初にあったこの地域ズキャッツ、地域ズ猫がさ、そのいろんな地域のさ、うん、あの猫を見る番組やっていいからね、うん、地域猫の猫話やっていいからね、猫話やなくて、猫が猫見る番組やって、猫話やっていいからね、可愛 いですね、うん本当にいい、ね、全く逃げないね、そうか、それもやっぱ地域猫ならではですから、ね、まあだからちゃんと餌とかもらってんのかもね、もしかしたら分かんないけど、そうね、うん、でもね目死んでないね、まだ目死んでない、野生の目してる、まだね野生の目してる、走り出すよこの、何もない場所にひたすらいるの、すげえな、うん、もうゆっくり時間過ごしてんだな、悠々とすごくしてるけど、ああ俺ももう猫みてえになりてえなさあということで、うん、今回増式見ていきましたけど、うん、どうでした、今回もいい街だったね、今回もいい街です、隙のない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 街でした、ね、やっぱどの街も人がいいですね、なんか人もいいし、このなんかやっぱ歴史のね塩梅もいいし、こういうでやっぱ値段がすごく安くていいですね、安かったね、確かに安いの多かったよ、多いですよ、多かった、うん、でもただあの縦長のアーケードの謎だけは解けなかったなぜか、あれもさ縦長の方がさ値段が安かったですよ全部安く済ましてくれるってことか、確かにさ、このスタンプラリーみたいなやつもさ安くなるためのやつだもんね、そうよね、確かに、ちょっと今から貯めましょう、貯めるてかもう正直でも、うん、持ってるけどこれスタンプあるあるだけどさ、うん、持ってるけどたまんない、ちょっと途中でなんか、うん、あの駐座しちゃってるスタンプカードってあるじゃん、あるあるある、あれちょっと集めましょう、一手に一手に集めて、うん、でっかいのにしてみんなで貸し切りの旅館行きましょう、はいはい、もうやってないんだって、それもうやってないんだ、やってないの、やってないって言ってたから、あれやってないんだね確かにタイヤとかもさ、やっぱそのエコな街だね、だからそうね、なんかいろいろね、無駄のない街、うんうん、一番あったかい街かもしれません、一番あったかい街、増式、うん、あそういえば確かに、あのなんで雑な色で増式か分かんなかったね、確かに、いやでもそれがやっぱその色っていうのはさ、うん、今いろいろあるじゃない、うん、あのなんかさ人種とかもそうですけれども、どんな色もこう混ざり合って一個の雑な色で混ざり合った色ですよっていう意味なんだよ、ちげえよ適当なこと言うな、意味なんだ、なんかそれっぽくいいこと言ってたけどさ、多分そういう風に決めたんだ決めたんだじゃないか、勝手に決めちゃダメだ、猫も一個の色です、猫はもう猫は真っ黒だから、みんなでね確かにね、でも素晴らしいね街でしたんで、来週はまたどんな街でお会いできるんでしょうか、皆さんありがとうございました、また来週。